ています。張さんはふるさとに残した7歳の息子のために働いています。就找那个输送带给夹在里边以后，夹在那以后，他那有那个铁头子，就是那个，就是那个钢筋棍啊，给他挠碎的。这左手啊，右手还是写不了，右手写不了字，用左手写。息子が怪我をしたのは4年前。手術に必要な30万円は一向にたまりません。一緒に出稼ぎに来ている妻の円秀さんです。この日は早朝から埋め立て地で電柱を建てる仕事をしてきました。你说我哪个没问吗？哪个都用不上。哎呦，见痛的人就叨咕你这个一年没干活，一年没干活。那你说我也到劲了，那我也不是不干，我怎么生活呢？你要是干了，我很，我不说你一年没干活。我动不动就这样，就这么啊！我要找不着活，我就上那个地里跳。是啊。你不出来，不出来挣钱了，家还没钱。我来挣钱就生气就打闹。夫婦のふるさと内モンゴル自治区です。人口2000人の鉱石羅村。農業だけでは食べるのがやっとで、現金収入はほとんどありません。村に残された子どもたちが小学校の寄宿舎で暮らしていました。改革開放が進み、医療費や学費が高騰。親の大半は現金を得るため出稼ぎに行かざるを得ません。張建平さんの一人息子、金宇ちゃんです。今も右手は不自由なままです。食事は朝晩2度だけ。村の財政難で漬物以外におかずはありません。夜、外の気温はマイナス20度まで下がります。十分な石炭もなく、子どもたちは体を寄せ合って眠ります。出稼ぎに出ている両親と子供たちが会えるのは年に一度、旧正月の時だけです。所以就一天就一个作文，你不用写太满，是我的理想啊，就是实际就是你长大以后想干什么，好不好？
子供たちは一握りしか果たせない進学を夢見ています。我的理想，我长大以后要挣很多很多的钱，不让爸爸妈妈受苦，考上大学。我爸爸妈妈不同意过年，我一定要买车去接他们一块过年，当上警察抓小偷，这就是我的理想。我已经长大了，我也能考上大学，因为爸爸妈妈供我上学。我好好学习，我要考上大学。大点声啊！我的理想是当一名科学家，把爸爸妈妈接到城市，让爸爸妈妈过上幸福的好日子，不让爸爸妈妈让爸爸妈妈为了别人的日子也能让我当上一名科学家。まだ7歳の子供たち、出稼ぎに行っている両親を思う気持ちがあふれます。旧正月を前に学校は冬休みに入りました。キングちゃんは祖父母だけが残る家に戻ってきました。両親と離れ離れになって4年が経ちました。どうしよう、这鞋鞋都透气了，咋这还能穿？那洗的好，哎呀，有多久？哎呀，都断了，都穿透了。我也，呀，换得多少钱？十块钱，多的吗？对，九年的，十块钱也家里有没有？キングちゃんの腕は今も曲がったままです。家には病院に行く費用もなく、祖父母は孫に何もしてやることができません。天津の張さん夫婦はふるさとに帰る旧正月を待ちわびていました。キングちゃんが楽しみにしている年に一度のお土産。是这样的吧？是这样的，这是礼品吧？哦，就是那个一百来块钱的。是这样的，还一百块钱？这样，驴皮当下就可以。息子が欲しがるおもちゃには手が届きません。張さん夫婦が天津に来て以来、町の人々の暮らしは驚くほど豊かになりました。构建和谐社会，社会和谐就基本上一样呗，都差不多呗，那差早了，我天！子供を残し出稼ぎにかけた二人、手術代の目処も立たないまま時間ばかりが過ぎていきます。天津は空前の不動産ブームに沸いています。婦人区と呼ばれる金持ち向けの住宅街も登場しました。
向こうのマンション3000万円台。